この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。鈴木さん、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いします。新年早々から大変な幕開けとなってしまいまして、能登半島の地震はなかなかこの道も寸断されたりということもあって、支援の手が行き届かない現状がありますね。まあそうですね、災害有事っていうのは本当に今日起こるかもしれない、明日起こるかもしれない、今起こるかもしれないっていう見せつけましたよね、はい。だから問題はね、これはもう本当に例えばかつての危機管理のプロと言われたね、政治分野でですね、後藤田正治さんという人がね、言ってましたけれども、要するに災害、例えば地震そのものはね、自然災害は人間の手では止められないわけですよ。だから今起きるのを止めることはできないけども、大事なのはその起きた後ですね、それはすべてもうこれ政治の人災だぞというのが彼の名言なんですね。だから本当に自然災害は止められないけど、じゃあ起きた後何をやってるのかと、政治がね、何をやるのかと、でそこで何もやれなかったらこれはもうすべて政治の責任だっていうことを言ってるんですね。だから、何でもやれと、やれることは何でもやれっていうのが後藤田さんの教えなんですね、これ当時阪神大震災の時に、村山総理のところに行ってそれをこう言ったっていうのがあるんですが、じゃあやれること何でもやってるかっていう今ね、考えたらやっぱできてませんよね。そうですね、いろいろあるんですよ。もうたくさん問題あるんだけれども、まず体制が取れてませんよ。でこれはね、過去の地震なんかでも必ずもうこれは教訓になって、そうだなってやってきたのがまたできてない。それはね、現場主義ってことなんですね。で何日か前に岸田総理が、地元の自治体のこう市長たちと、リモートじゃないけれども、連絡取り合って何をなんてね、要するにね、官邸に一回一回ね情報を集めててもダメなんですよ。こういう時には現地にね、ある意味もう一人の総理大臣みたいな人を派遣してね、で役所の霞が関の重要な人たちもつけて、もう一つ現地に政府を作るんですよ。で現場のことは現場が一番わかりますから、だからそこでこれをやりたい、あれをやりたい、今これが必要だというのをどんどん現場で決定させるんですね。でそれには例えば法律に違反するとかね、それは法律的にできないとかいろいろありますよ。だけど中央で総理大臣は何かというと、いや現地が欲しいものは全部俺がやると、分かったと、俺が全部責任を取ると、だからやれっていう体制を作んなきゃいけないのに、一回一回現地から東京の中央の官邸に情報を上げてね、それでそこでいろいろやってなんてやってたら、またそこで法律だとか霞ヶ関のルールだとか言ってね、1日も2日もどんどん遅れるわけですよ。こういう体制がまずできてない、つまり岸田総理は危機管理の体制っていうの分かってんのかなっていうね、これ過去の阪神、それから東日本、新潟、中越、熊本、全部これ指摘されてきたのに、また同じことやってるなと。それからもう一つ分かりやすいので言うとね、プッシュ型っていうやつですよ。これ皆さんご存知かな。要するに現地でいろんな、例えば毛布が欲しいとか食料が欲しいとかいろいろあるだろうと、だけどもう現地の様子を聞かないでこっちからどんどん物を送れってやつですよね、でこれ安倍さんも総理の時やってたんですよ、だけどね、プッシュ型ってこれ地元自治体からしてみるとね、結構迷惑なんですよ。そうですよね、必要ないものがどんどん入ってくる、でもそれを要するに市役所なら市役所で管理しなきゃいけない、管理するのにまた人がいるね、だからこれ新潟中越の時に長岡市長はね、このプッシュ型支援を断ったんですよ。かえって手がかかるから欲しいものだけをくれと、でもこれまた相変わらずプッシュ型なんて言って岸田さん言ってるんですね、それともう一つ言います、これね予算です、早々に記者会見をして
予備費から47億円、約40億円以上出すっていうふうに言いましたけど、したら今度はそれが少ないとかいう批判になって、そうですね。で、いやいや、まだ出しますよってね、でもね、そもそも最初の会見で40億円以上という額を決めたこと自体、僕は疑問なんですよ。はあ。いや、だってなんで40億円なんですか、何のお金が必要なんですか、つまり災害は今同時進行で何が起きてるか分からないわけだから、予備費からできる限り出すっていう意思でいいのに、わざわざそこに40億っていうメッセージが来るっていうのが、これはなんかやっぱり霞ヶ関の官僚、財務省なんかが書いたね、文章を読んでるのかなと思うわけですよ。そうですね。だからね、で、まあ、記者会見もほら、早々に岸田さん、早々に切り上げて、その後テレビ出演したりしてたでしょ。はいはい。いやね、だからそういう意味では、危機感っていうか、危機管理っていうのかな。どうなってんのかなっていうのがありますね。本当ですね。うんうんうん。で、やっぱり自衛隊の派遣している数にしても、はいはい、やっぱりこう東日本大震災の時、熊本地震の時などとこう比べると、やっぱりまだ少ないとか、そういう指摘もありますよね。あります、あります。自衛隊に関してはですね、まあ、いろんな事情があるというふうに説明がされていて、ね、これ、例えば防衛大臣なんかも言ってますけど、こう地理的にね、半島でこう、陸路がなかなか限られてますしね、とか、寸断されてたり、それから近くに駐屯地がなかったとか、だから5000人台で止まってるのかな、今ね、5400、今度5700にするとか言ってますけど、はい、でも、田畑さんおっしゃったように、うん、熊本の時には2万人以上がもう入ってるわけですよね。はい、そうです。でね、でも皆さんよく考えてほしいんだけど、地理的に無理ですって、いや、自衛隊の力ってそんなもんですか？はいはい。要するに、絶対に入らなきゃいけないところには、どんなやっぱり工夫をしてでも入れるのが僕は自衛隊だと思ってるんです。そうですね。うん。で、僕自衛隊の実は制服組と言われる人、ちょっと電話で話したけれども、やっぱり指示が遅かったって言って本音で言ってますよ。だからこれも常に阪神の時だって地震の時常にそうなんだけど、自衛隊員、現場の自衛隊員はやっぱり入ろうっていう気がものすごくあるんですね。だから結局それを指揮する人の問題、センスの問題、判断の問題ですよ。だから入れ、とにかく、でやっぱりそれは海であろうがどこであろうがどんな地理的にまずかろうが入れるのが、これだって戦争だったら、いやそこ入れませんから行けませんじゃ済まないわけですよね。そうですね。だから現場はとにかく何とかしたいと思ってるけど、全て上の判断、現場の判断って、ごめんなさい時間ないけど、もう一つ言うとね、はい、例えば物資で食料なんかもね、はい、現地で避難所に行かないで泊まってる分が結構あるんですよ。ありますね。これも いつも言われてるんだけど、はい、結局ね、避難所に1000人いると、この自治体の職員っていうのは公平公平って考えるから、平等っていうふうに考えるから、はい、例えばおにぎりが1000人いるのに500個しか来ないと、配らないんですよ。不公平になっちゃうから。だから1000個溜まってから配るわけですよ。これはダメなんですよ。過去のもう災害見たらもう500個からでいいから、とにかく配れるだけ配れと。はい。だからそういうこともね、やっぱりこう止まってる。つまり、これを指揮して指示するのは、自治体のトップとか、はい、政府のトップ、つまり岸田さんとか。そうですね。この辺が後で何とでもするから今やれっていう決断ができるかどうかなんですね。これがやっぱりこう村山総理なんていうのは阪神の時にそれをやったんだけど、まあ、その辺の決断が遅いのかな、もう本当そんな感じがちょっとしますね。そう考えると、なんかそれまでの間に、今までの間にたくさんの地震を経験してきてるのに、何の教訓も生かされてないのか、人が変わったらまたゼロからそこをやり直さなきゃいけないのって、なんかがっかりしちゃいますね。おっしゃる通り。だからもう自然災害は有事、戦争と同じです。だからこれに対してどういう体制作るのかっていうのは、これ本当一内閣かけてでもやんなきゃいけないのに、もう災害が、自然災害、地震が起きると、いや、未曾有のとか予想できなかったとか言って全部やり過ごしてきてるんですよ。そうですね。これじゃダメです。また繰り返しますよ。いや、本当そうですね。これを機に他の自治体も含めて、はい、想定している部分はあると思うんですけど、それがちゃんとアップデートされているのか、更新されているのかっていうのをちょっと見直すきっかけにしなきゃいけないですね。チェックしなきゃダメですね。はい、で、まずはでもまだ行方不明者もいるんでね、まずはとにかく今の救済、復旧、ここですよね。だからこそ早く人が入ってほしいですね。たくさんね。はい。
ありがとうございました。鈴木さん、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、この時間はジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。リンクの貝月ラナと大空莉子です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローお願いします。ポッドキャストもリンクリック。